ER2T 型はソ連運輸通信省が1987年から導入した直流電化区間用電車である。この項目では関連する他形式についても記す。1979年から1987年までソ連国鉄では改正ブレーキを搭載した直流区間用電車 ER2R 型が製造されていたが故障が相次ぎ信頼性が低下していたことから 改良型として設計、製造が行われたのが ER2T 型である。形式の T は改正ブレーキを意味する。故障が相次いだ ER2R 型から機器や回路を改良し、電源コンタクタや変換器をより強力なものに置き換えている。また1992年以降に製造された車両は、リガ電子機器製造工場で開発された装置を 搭載しており、改正ブレーキ使用時の電力回収の効率化や装置の単純化が図られ、より広範囲で改正制度を行うことが可能となった。当初は、郊外輸送の需要増加に伴い、全長既存の車両の十九点六メートルから二十一点五メートルに延長した e r 二十四型としての製造が予定されていたが、最終的に九百八十四年まで製造が、 行われていた ER2 型と同一の車体全長を持つ ER2T 型として製造されることになった経緯を持つそのため車体は ER2 型や ER2R 型と同型だが機器の一部が床上に設置されており座席数が減少している1987年から製造が始まり1991年の ソビート連邦の崩壊後もラトビア国鉄などに向けて2003年まで製造が続けられた。その中で1990年には試験的に空調装置を搭載した編成も製造され、キエフ近郊に導入されたものの営業運転で空調が稼働したことはない。なお、製造された車両のうち4、5はソ連崩壊前に作られたものである。形式名の e r 2、T、とは別に、 62から297という形式番号が与えられていたほか、車種によって以下の形式番号が付けられている。重量編成時の編成表ソビエト連邦の崩壊後の1993年から、ロシア連邦のトルジョーク車両工場で製造が行われた電車。初期の車両は座席の形状以外 ER2T 型とほぼ同型であったが、 1999年2月に製造された6両編成の ET2 リットル型は、優等車両や半室ビュッフェを組み込み、内装もテーブル付きの柔らかい座席を備えている。また同年から2010年にかけて製造された ET2M 型は、傾斜や全照灯など全面部の形状が変更されているほか、 1998年から1999年にかけては ER2R 型や ER2T があったとも編成を組むことができる増結用戦闘車である ET に R 型も製造された。一方、1999年には VVVF インバータ制御など各種の新技術を搭載した試作車である ET に A 型が製造され各種の試験運転が実施された。 量産には至らなかったものの、そこで得られたデータの一部は ET2M 型の設計に生かされている。1993年からロシア連邦のデミホボ機械製造工場で製造が行われた電車。機器は ER2T 型と同様のものを使用しているが、計画段階で中断していた ER24 型の計画を受け継ぎ、車体全長が21.5メートルに伸びている。 初期の編成については既存の ER2T 型の電動中間車との根結であったが、1994年以降に製造された編成以降は、全車両ともデミホボ機械製造工場による新製車両となった。ただし一部の電装部品については、リガ電子機器製造工場から輸入したものを使用している。2004年まで製造が行われ、以降の増備は、 部品の国産化が行われた ED4 型へ移行している。なお、デミホボ機械製造工場は、ソ連時代に軽便鉄道向けの車両やダンプカーなどを専門に生産していたが、1980年代前半から電車の製造が計画され始め、1991年のソビエト連邦の崩壊によりそれまでソ連各地に向けて、 電車の製造を行っていたリガ車両製作工場がラトビアの鉄道車両メーカーになったことを機にロシア連邦向けに本格的な電車の生産を行うことになった経緯を持つ。ありがとうございます。